ばんは。とても素敵な万年筆ですね。ありがとうございます。あ、ベイちゃんさんですね。ありがとうございます。幅どうしよう、どうしましょうね。やっぱりでも、うん、私は細めの字幅、うんうん、F か MF ぐらいが、うんうん、こう手帳でも使えて、まあ、割とこうノートとかでも使えるので、うんうん、FMF がいいかなと思っております。で、手帳もこれちょっと似合うんじゃないかなっていうのも実はちょっと何個かお持ちしました。よし。あ、東京弁償竹永さんがいらっしゃいます。はい、行きます。お待ちしてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。東京の皆様と ね、うん、お会いしたかったですよ。そう、森田さん去年行ってたよね。なんかすれ違ってるね。すれ違ってる。でもさっき上司見てくれたから。来年は一緒に行きます。よし、一緒に行こう。いい切りで。森村さんチョイスのいい手帳との組み合わせ。はい。ああ、それ好き。フラッター。いや、これは竹中さん好きだろうなって思って。うん、それ好き。持ちします。うん、はい。それ好き。ここのね、金とね。この M 音のサイズ感もちょっと横にこうシュッとして、ね。こんな感じ。ね、バッチリ。めっちゃサイズもぴったり。ぴったりです。はい。で、個人的に私が好きな組み合わせもお持ち。うん、これちょっと私やったらなんか思いつかへんかった。うん、ここ真っ白じゃないんですよ。若干なんですけど、クリームっぽい。本当に？ほんまに真っ白だ。本当に真っ白に見える。真っ白だよね。髪と比べてください。あ、髪と比べるわ。髪と比べ。ああ、これでも真っ白の髪じゃないような。ああ、わかったわかった。確かに確かに。そう、真っ白ではない。ちょっとあったかみのある感じ。アイボリーまでいかないですけどね。そうなんです。で、それと、これ合うなって思って。いいっすね。こう、ブラウン、ロロマと。ちょっとアンティーク感が増すんですよね。すごい可愛い組み合わせになっております。アンティークやし、こう、ゴールド、パーツゴールドやから、うんうん、ちょっと高級感というか、こう、一体感もある。出ます。白は何でも合う。合いますね。結構合わせやすいです。東京ペンション最終日、竹永さんいらっしゃいますか？え、3日間ずっといます。前のめり。お待ちしてます。上司と、いつもの上司と違う上司と。違う上司も。事前予約ではなく Tips で見てからの購入も可能ですか？一応イベント Tips にも並ぶ予定なんですけど、それも本数がそんなに多くないのと、うんうん、先着順なので、もう初日の朝一とかだったら見て選んでいただけるかなとは思うんですけど、うんうん、ちょっとお約束できないので、できればご予約いただいた方がいい。あの、当日、あの、そうですね、うん、予約していただいた方がいいですね。確実ですね。はい、ブログに結構詳細に写真、あの、うん、10枚ぐらい撮って載せたんで、うんうんうん、ちょっとそちらもご覧いただければと思います。ペンション行けないのですが、友人に購入頼むのは大丈夫ですか？あ、特に問題ないです。あの、お一人様1本までですので、あの、お友達ね、はい、来られるのであれば、各字幅から1本まで、はい、そうです、全部から1本です。はい、はい、あ、こんばんは、はじめましての方、ありがとうございます。イムちゃんさんかな。ありがとうございます。限定マネッツのインスタライブしております。あ、ツンさん会いに行きます。お待ちしてます。ありがとうございます。そらジロー。わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。ご予約9時からですから、ね、はあ、緊張した。森村さんのチョイスはついつい買ってしまう。ありがとうございます。うん、もうすでにお持ちの方もね、すごくいいと思うんですよね。うんうんうん、え、ロロマちなみにブルーもあんねんけど、これはこれも良くない？でもやっぱりブルー系はやっぱり合いますよね。うん、ここはちょっとネイビーやから、ここはなんかぬくもりとアンティーク感、うん、ましていいなって思うんですよね。なんかこう過去を振り返るみたいな感じのこう。そうそうそう、なんかロロマのこの、なんでしょう、ブラウン、うん、なんかちょっとアンティーク調というか、うんうんうん、古い古書のようなイメージもあるので。そうやね、形も相まってなんかな。そうなんですよ、なんか本みたいな感じでいいなっていうのと、うんうん、あとなんかこう星空を見るときにちょっとコーヒーとかキャンプで、あー、いいね、書いてほしいなと思って。いいね、結構ブラウン系のコーヒー系の色も似合うなと思いました。いいです、はい、だちょっとこの辺はお手帳はちょっと持っていかない、うんうん、あの、持っていくのはオリジナルのちょっと一部も、ね、お持ちしようかなと思ってるんですけど、こういう定番品はちょっと今回お持ちしないので、まあ、あの、これを参考にね、またお店とかでお選びいただければと、はい、またメールいただけましたら配送も、ね、できますので、はい、お申し付けください。はい、アショード買ったので合うペン探してます。アショード何買われました？よかったらコメントください。はい、会場でね、ご相談も受けますので、ええ、ぜひぜひ。で、私的にこの万年筆本体はクリップのゴールドは薄めですか？普通のゴールドですね。通常のゴール
ドなんで、まあそこまで黄色くはないですかね、うんうんうん、今画面に映ってるのは結構現物に近いお色かな、うんうん、あ、秋子さん、竹永さんと森村さんだ、こんばんは。あ、配信電車のセットのインク素敵な色、ありがとうございます。嬉しい、さすがセンスが